こんにちは。スパロボには、いろんなのがあるよ。さあさあさあ本日も初めて、参ります。第2弾スーパーオズ対戦 F 完結編。今回はその第45話噂の波乱万丈マップの後半戦になりまするぜ。いやあ、やっぱそこ来るよね。なかなかトレイズ閣下を今回は、うまい具合に使いこなせておりませぬ。ちゅうわけで射程外から狙わしたいので、ライトニングカウントには先ほど、さらに奥の山岳へと退いていただきましたよ。さあ、ウィングゼロの本領を発揮する時が、やってきたぜライトニングカウント。ぐる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 。ドカーン、よーし前回の時とは大違いぜ。前回は片落ちとウルギスで、挑んで、危うく積みかけましたが、今回は化け物ガンダム登場なので、なんとか同じ鉄は踏まずに、スミソジェ。ニコル副官には自力で回復してもろて、ゲーグルの進路を塞いでもらうぜ。すまねえがロフトやら、力回ってくんろ。オットーとウルギスには引き続き荒れ木削りに、勤しんでもらいまするよ。お次はひらめきトロワでまた削るぜ。前回の続き動画なのでわからない方は、第45話の前半戦をご覧になってくださいね。よーし、あと半分強まで、削れたぜ。おっとここからは、もう大丈夫かなってことで、ロフ君の気力固定を解除しておりますよ。だけどその気力が上がりきる前に、残念だが決着つけてやるぜロフトやら、集中使って 68% これは結構いけるかも。やったぜベイビー、当たった当たったナイス特さ、ゲーグルのドラケは玉切れだ、大口径ビーム砲でかかってこやー。よし山岳効果も相まって、防御力も9大点。やられかけのトレイズ閣下は射程外に逃がしておきまする。エアリーズ組んで一度アレキとやり合うか。多分エグい反撃くらいそうだけども。やってやれ。200ベスカーヒリ。じゃあ、これは次はやめておきましょう。無理させたところで仕方がない。こっちはちょうど5機を確保できたぜ。もし分断できてなかったらずーっと、奴らの攻撃にひたすら耐えながら、ゲーグルを倒さないといけなかったので、考えただけでもそら恐ろしい。ウィングゼロ登場のゼクスの、スキルに、強化人間レベル1相当のゼロシステムを、付与しておりますのよ。なんとかゼロシステムを再現したいなと、強化人間スキルを改造しまして、なんとか形にいたしました。まずはエアリーズ君を逃がしまして、いざゲイオスブルードと勝負です。残念ながらキャツの射程範囲内ですが、飛型効果で大丈夫でしょう多分。くらえー、ツインバスターライフルだ。ズキューン、5000、よしよし前回のような展開にはならなさそうですぜよかったよかった。飛型効果様様。次回マップもヘビアムガキ軍で、登場するわけですが、さすればトロワが被っちゃうので、次回も別の敵さんに置き換えましたことよ。さあさあ誰がどのユニットで、登場するのか、お楽しみにー。トレイズ閣下の方に誘導したいので、ドロシー城には何かしてもらいましょう。オットー君はひたすらアレキサンドリアに、ドーバーガンを打ち込ませますぜ。相変わらず硬いぜアレキサンドリア。次回からはリリーナちゃんの、愛が、ようやく使えるようになりそうです。今から悩んでるんですが、ジャブロー攻略マップの、あの強化人間と、あの木星帰りニュータイプを、二人相手するのは非常に、困難だなーって思っておりまする。あーどうしたもんか。記憶が曖昧なのでアレキサンドリアは、ゲーグル落とした後に落とすことに、いたします。間違って撤退とかされちゃったら、もう嫌だからね。次も当たればいいのですが、レディアント草よろしくお頼み申します。やっておしまい。あー避けた2度も連続では、当てさせてはくれんということか、ロフ君よ。まだやられてはいませんよ。さあみんなで壁を、作るでよ。これで再びゲーグルはドロシー城には届かない。てなわけでてなわけでと、ここで、愛発動です。あーい、ブイマ、てーん、てなこと言うてみたりしましてー。あの方なんていう芸人さんでしたっけ？忘れましたよー。フジモンが、パクってるイメージの方が印象に残ってます。よー、壁完成。悪いねロフくん。あっちから回ってくんろ。あ、またしくったかも。またトレイズ閣下が射程外になっちゃったかもだぜ。なーにやってんだか。
こういう時はやっぱロン飛べるタイプは違って、空飛べるから逃げるのはお手の物だぜ。でもあれなのね。先のマップで敵方にしてみた場合エイトは陸戦方なのね。じゃあ、再びゼクスの手番が回ってきやした。いけー。ライトニングカウント。ドーン。見えたぜ、終わりが見えた。あ。ちなみに何度か申しておりますが、ウィングゼロには高性能レーダー搭載させてありますので、その射程は9ありますのよ。特撮にはどうじゃ。やったー、当たりましたぜ。3分の2、あと一撃で撃墜じゃが。知れてる知れてる、大口径ビーム砲。さっきは奇跡で当たったけど、今度もまぐれ当たりしますかいな。当たれば大金星だぜ、のインちゃん。ダメなんだってさ、ノインちゃん、大手柄を逃したね。そういえばクーデター阻止マップも、全員一回行動の図にあっては、かなり難しいかもしれないぜ。ドロシー城は再び北上、オットーとオルギス破壊力はいいんだけども、いかんせんパイロットがエウゴ兵君なので、命中率がないのよね。容姿が D 艦長も追い詰めた。戦いに集中できるのも、君のおかげさえ、アリーズ君。昇竜拳。出すのにいつも、手間取ります。どうもどうも、アスゲンです。スパロボ F 世界で総活躍社会目指して、日夜頑張っておりまするぜ。第2弾の今回は、オーガナイザーオブザゾディアック、略してオズで、地球圏統一目指して、頑張っておりまする。ようやくトレイズ閣下の手番となりました。さすが閣下、美味しいところを持ってくのね。なんちって、さあゲーブルの強さを見せてくれ。ズドーン、またナロフトやら。次はあの機体で登場させよかどうしよか。ゲーグルは弱点あるけど、あの機体は弱点ないから可愛くないんだよなぁ。さ、ゲーグルやったから、お次はアレキサンドリア。ガディー。あじゃじゃ残っちゃったぜ。仕方がない、オットーに手柄を譲るぜ。ぐる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 。ボカーン。これで残りも撤退じゃ。次はコンコンか。そこらでまた会おう。現れました、毒が一味。さあ、特別任務は終わりましたよ、エアリーズくん。急いで合流いたしましょう。やっぱサイコフレームが欲しいので、カットなる G さんを釣り出します。最前線のエアリーズはそのまま残して、攻撃させるぜ。いやー、相変わらずの非力さ加減。皆さん急いで前線へ来ておくんなまし。そうそう、次回マップは諸事情ありまして、今回同様敵さんの夫人をいじくりました。気分で登場する彼と揉めてもらっては、面倒だなーって思ったので、少しずらした次第です。クイーン、バスターライフル、イケイケどんどん削ってくんろ。アスゲンは豪将軍なるアニメを、スパロボ F で知るまでは、正直、知りませなんだ。恥ずかしながらダンクーガも、ガンバスターも知りませなんだ。フォーク攻撃はその程度なのね。ガンダムシリーズのリアルに近い部分は好きだけど、ファンタジーな部分は少し苦手でありまする。だからできれば白っ子やハマーンとは激闘の末になんとか打ち勝ったみたいな展開だったらよかったのになーって思ってしまう今日この頃。エピオンのビームソードでバルジを一刀両断してしまうあれも、さすがにそれは、人やりすぎって思ってしまいました。皆さんはバイオセンサーやサイコフレームで見られるようなファンタジーな演出をどう思っておられるんでしょうかね。ゴーナグールまず1機、残るは4機か？一骨折れるぜ。初めてこのマップをプレイした時は、第4次スパロボだったっけか？あの時の記憶を頼りにクエスが仲間になるんじゃないかと思って、北側の市街地をくまなく、調べた覚えがありますぜ。まさかあんな遅くに加入してくるとは、思ってもみなかった。ちょっとしか使えないじゃん。ロングレンジからカットなる感狙ってやるぜ。戦。こいつらとは研究所以来の、戦闘か。そういやあんときゃ、かなり追い詰められました。あんましなめてかかってちゃーいかんぜよ。こいつらの思考はかなり危ない仕様なのさ。キュリ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 ー。ババババ。でも気力十分、かつ地形効果があるから、大丈夫そうだね。やっぱサンクキングダム仕様の、トーラスは、カラーリングが絶妙にかっこいいぜ。ナイスノイン。
持ち黒トーラスも出さしぶで、好きだけどね。最前線のエアリーズくんは、行けるとこまで行かせまする。多分大丈夫でしょ、多分。とは言っておりますが内心ハラハラしておりまするのよ。よっしゃーかかってこいや。とかちょっと強気なこと言ってみちゃったりして。まだ大丈夫じゃ。エアリーズだってやれるんだ。完結編の序盤では。バッタモンごときに負けはせん。まあまあ活躍してたんだぜ。ヒールって大事よね。ジャミトフ、バスクニジャマイカン、ゼータガンダムのヒールは、そうだ、まだまだ、渋いおっちゃんたちばかりだから、物語に奥行きが出て、よししのいだしのいだしのがのりこ、いい味出してると思うぜ。あ、そう先のマップでバイエイトを奪った、テイのヒーローくんは、現在オズが捕獲しておる、これまたテイになっとりますんで、ご理解をば、もうドロシー城も前線に、出て、畳みかけることにいたしまするよ。彼女も活躍させたいしね。一応あれなんです。うちで使ってるエアリーズは、通常のやつじゃなくて、飛行型のやつなもんで、陸に着陸できません。あれればバズーカもその程度ですか。よっしゃー、どんどん行きまっしょい。だから地形効果を活用させることが叶いませんのよ。宇宙だったら暗礁空域は利用できるんだけどもね。カットなる G さんに初目ぶち込みますよ。いけー。ゆきゅーん。バッチコーン。ウィングゼロをヒーローじゃなくて、ゼクスが使ってるのもオツでしょ？キュリ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 。あーあら残念外れましたよ。今回のスーパーオズ対戦 F では、劇中通りの専用機ではなく、一時期登場したことのある機体に乗せてくつもりなので、普通とは違う、そこんところを楽しみにしていてね。最前線で頑張ったエアリーズは、お役御免で帰還させます。あ、そう今回別任務に就かせてた、エアリーズくんですが、なぜか一機だけ、パイロットのレベルが低いよなーって、思ってたんですが、調べてみたら、うっかり一度不具合でレベルがゼロになってたので、そん時レベルを戻すために、ナイクリノイン。修正したのを忘れたままになってまして、ずっとレベルが上がらずに据え置き状態になってありましたので、次回マップで皆のレベルと一緒ぐらいに変更しましたので、ご理解をばください。あれだなぁ、次回マップからはオーラバトラーが再び参戦してくるんだよね。ゲターンズごときで苦戦してるのに、いやはやオーラバトラーに当てられるかいな、かなり不安じゃば。ドロシー城はここから落ちまくりますわよ。ああやっぱチェーンライフル響き出すなぁ。劇中とは少しずつずれてく展開にしていこうと思っておりますのでついてきてちょね。残念帰り討ちいい。あくまでオズが主役なので地球圏統一がしたる目標です。はい、どんどん来い。ドロシーナイクリ、まだまだいけるぜ。あ、ケルナグルオフさん来た。そんな攻撃は落ちん。ラムやべえ。ってラムってそもそもなんなんじゃ？羊か？見た目は魚じゃがますますわからん。ほいほいほい、毒がコンセルンも動き出したことですし、一気に肩をつけねばならなくなりました。まずは倒せるだけバッタモンの豪将軍を倒していきましょい。これで2期目だったかな？いや3期目だろ多分。本筋では戦闘終了後に波乱万丈チームがロンドベル隊に合流します。そこで新たにジャミトフラの情報を万丈らに教えてもらいます。どうやらそれは3日後にヨハネスバーグで開かれる連邦議会で軍事クーデターをゲターンズがやらかそうとしているという内容のものでした。ま、わしらオズもどこかしらからその情報を得てヨハネスバーグを目指すことになりました。てな感じかな。そないな感じにしときます。ほぼほぼレベルが追いついたトロワくんに4期目バッタモンを倒してもらいませう。ババ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 、ボッカーン。残り1筆は諦めやして、ここまで活躍の少ないトレイズ閣下に熱血で大きくカットなる感を削ってもらいます。ドーン。いやあ、それでもまだ見えないの。そんな攻撃では当たってやるわけにはいかんの。
じゃあこれしかないです。ツインバスタービームライフル発射。ゆきゅーん、ボカボカボカー。よしよしよし、見えもうした。やるじゃんじいさん、フラッシャービーム当てよった。最後の一撃となりますかいな。あと少しか。というわけでとどめはニコル副官にお願い申し上げまする。くらえ、ビームカノン。テカテカトランキライザーって何なんだろか。それでは次回にチリンは我にありマップで再びお目にかかりましょう。さようならー。